ゆっくりマリ、間違えた。何と間違えたんだよ。あ、どうもサワラさんです。マリサだぜ。ちょっと前に、パソコン工房のジャンク袋の動画あげたじゃないですか。確かにあげたけどもうちょっとまともな画像なかったの？それでですね、その時こんなことを言ったんですよ。今年も例のごとく元日と2日に早朝から並んで日本橋でジャンク袋購入してきました。今回は2日目に買ったパソコン工房の2021円のジャンク袋を紹介します。確かに言ってたな。皆さんは気づいていましたか？実は、正月早々1日と2日に早朝からジャンク袋を買いに行ったのに、なぜか2日に買ったジャンク袋を先に動画にしているんですよ。なんでだよ。ということは、元日に買ったジャンク袋を今回紹介するってわけか。そういうことです。こちらは、ゲオモバイルのスマホジャンク福袋です。お値段は税込み5000円で、全部でスマートフォンが3台入っているとのことです。スマホ3台で5000円か。ジャンク袋としては高くないか？ゲオモバイルのジャンク袋を舐めてもらっては困ります。お前買ったことねえだろ。実はですね、ゲオモバイルのジャンク袋は去年も販売されてたのですが、その時は販売金額5000円で総額4万円超えの端末が入ってたこともあったんだとか。まあ、去年よりかは入っている端末の量は少ないんですが、一台一台の端末は去年よりかなり豪華になっているのではないかと思ったわけです。おお、それは楽しみだ。ではでは、早速開封していきましょう。それでは開封していきます。いや、なんでそうなるんだよ。ワイルドだろう？パレードランドでもこれをワイルドだと思うやついねえよ。パレードランドって、お前の頭はオンパレードか。入っていた端末はこの3台みたいですね。右の端末、見た目的に明らかに新しくないか？確かに1台だけ画面占有率めちゃくちゃ大きいですね。これは期待大だな。まあいきなりすごいやつ出してもしょうもないですし、まずは真ん中の安っぽいやつからいきましょう。水色の外枠に黒の液晶ってなかなかのセンスだな。なんか、スマホなのにびっくりするぐらい軽いです。めちゃくちゃ顔映ってるけど大丈夫？背面は傷とかシール跡とかがひどいですね。端末の種類を特定できるような記載はなさそうだな。側面とか角も塗装のハゲがすごいことになってますね。それでは起動させてみましょう。お、Android ロゴ表示されましたね。クアフォン聞いたことないな。クアフォンは、京セラが低価格ブランドとして展開しているスマートフォンみたいですね。キャリアは au だけの販売らしいです。うわ、出た。はい、無事起動しました。壁紙がチョコミントみたいで可愛いですね。まあ僕はチョコミント苦手ですけど、アンチチョコミントだ殺せ。チョコミント過激すぎるだろ。モデル番号確認してみましょう。KYV44 か。KYV44 は、クアフォン QZ というモデルらしいです。クアフォン QZ は、2018年春モデルとして発売された端末みたいです。CPU はスナドラ430、メモリ 3GB、ストレージは 32GB で、Android バージョンは最高で 9.0 だそうです。2018年春モデルと発売日自体は結構新しいが、CPU が2015年9月に発表されたものみたいだから性能はお察しだろうな。総重量が 136g なのは魅力なんですけどね。ちなみに、メルカリでは3000円ぐらいで販売されてました。外れ端末でも購入金額の半分なのはすごい。はい、次。お、エクスペリアじゃないか。うわ、液晶の傷がひどいですね。私の液晶、ひどすぎ。液晶面以外の状態はそこまで悪くないんですけどね。起動してみましょう。お、これも起動しましたね。やっとエクスペリアはデフォの壁紙いいですよね。モデル番号は 602SO みたいだな。602SO は、ソフトバンクのエクスペリア XZS でした。エクスペリア XZS は、2017年春モデルの端末みたいです。CPU はスナドラ820、ストレージ 32GB、メモリ 4GB で、Android バージョンは 8.0 まで上がるそうです。この端末、性能もそこそこいいですし、サイズ感もちょうどいいですし、フィリカ、NFC にも対応してるのでめちゃくちゃ使いやすいんですよね。もし安くサブの端末を探してる方とかは、5000円ぐらいで買えるのですごいおすすめです。ちなみに単体で立ちます。その情報、いる？てかなんで2台あるんだよ。最後の端末行きましょう。なんというか、この端末だけお前らとは違うぜって雰囲気がすごいな。イキリオタクか。でも、確かにこれだけ明らかに新しいですよね。しかも結構な大きさと重さもある。これはもしかしてハイエンド端末なんじゃないか？確かにありそうですね。うん、ギャラクシーだー。しかもこのカメラと指紋認証の配置は、ギャラクシーノート9だー。え、待ってそれマジ？だってホライステンだってついてますよ。だって3万5000円だぞ。5000円のジャンク袋から3万5000円の端末だぞ。しかもめっちゃ綺麗だよ。割れどころか傷もほとんどないよ。待ってやばいって、めっちゃやばいって。近所のライフ閉店したんだけど、明日からのご飯どうしよう。関係ねえだろ。まだだ、これはジャンク品だ。必ず動くというハケじゃない。多分動いたー。来たー。これが本当にノート9なのか確認しようぜ。確かギャラクシー派端末情報の一番上にモデル名が載ってるわず。本物だー。いやーマジでやばいです。本当にこのジャンク袋5000円で売っちゃって大丈夫なんだろうか。
しかも割れや傷、それどころか画面焼けもほとんどないというかなり良い状態ですしね。まさかずっと欲しかったギャラクシーノートを、こんな方法で手に入れられるなんて全く思っていませんでした。ではここで、この端末のスペックを詳しく確認してみましょう。このギャラクシーノート9は、モデル番号 SCV40、au の端末みたいです。2018年の秋冬モデルの端末だな。CPU ハスナドラ845、ストレージ 128GB、メモリ 6GB で、Android バージョン派現在10まで対応しています。さらに、ディスプレイの解像度は 2960×1440、アウトカメラ波広角、望遠とも2220万画素、インカメラは800万画素で、顔認証、指紋認証はもちろん光彩認証にも対応しているとのこと。光彩認証なんだそれ。光彩認証というのハメの色をめちゃくちゃ高画質で見て、個人を識別する認証方法だそうです。他人との誤認識率はかなり低く、ボーリングの顔認証と違ってマスクをしてても使えるので今のご時世になってやっと素晴らしさが認識され出した気がする機能です。まあこれ全く使われなかった上に突破する方法が発見されたせいで次の世代で廃止になったんですけど。ダメじゃねえか。ギャラクシーノートシリーズの特徴の一つ、S ペンを使ってみましょう。なんというか、スマートフォンに書いてると思えない感覚というか、程よい抵抗感があってめちゃくちゃ気持ちいいです。S ペンをサブに回してこれをメイン機にしてもいいぐらいです。最後にカメラ性能も見てみましょう。やっぱりギャラクシーといえばカメラだよな。あれ、なんかぼやけてないか？ちゃんとやれよ。いや、何もいじってないけど。もしかして、カメラ壊れとる？それハガメラだろ。ゲオモバイルのジャンク袋、めちゃくちゃすごかったな。本当に、これで5000円でいいのかって思ってしまうほどでした。ノート9のカメラが故障していたのは残念だけど、ずっと欲しかった端末が手に入ったのでとても嬉しいです。また、ハズレの端末も、Android 5.0 とかみたいなゴミは出てこなかったのがとてもすごいと思ったぜ。これはまた来年も買いに行きたいですね。それでは今回はここまで。よかったら動画の評価やチャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくだぜ。ではでは、おまけ。実は、今年買ってきたジャンク袋ってこれだけではないんですよ。え、マジかよ。その3つ目のジャンク袋というのが、こちらの CC モバイルさんで購入したジャンク袋です。中身はタブレット1台確定でお値段驚異の、21円。まあその確定のタブレットが CPU が4コアだったり、ストレージは 4GB、メモリは 1GB とかなり使いように困る端末ではあるんですが、パソコン工房のジャンク袋を買った後に行ってもそこまで並んでなく、21円という安さだけに惹かれて購入しちゃいました。それでは開封していきます。中身は、HDMI とマイクロ USB のよくわからないケーブルと、タブレット本体が入っていました。タブレット本体は、目立った傷やハゲなどはなく、まあまあ良さげだな。タブレット全体を見てみたが、メーカー名などの表記は一切なさげですね。早速充電してみましょう。お、ついた。さて、Android は起動するかな？え、なんだこれ？64bit と書いてあるし、CPU の品番か？調べたところ、A64 というのは中国の半導体メーカーの CPU のブランドみたいです。となると、これも中華タブという可能性が高いな。あ、Android のロゴも表示されましたね。はい、無事起動しました。なんというか、全体的に動作がすごいもっさりしていますね。めちゃくちゃストレス溜まる。モデル番号を確認してみましょう。M706W か。この端末、メーカー派わからなかったのですが、オールウェア店 M706W という端末だということがわかりました。ヤフオクでの落札相場は1000円程度でした。21円で投げ売りされるのも納得の低さ。最後に、この端末で YouTube が見れるか検証してみましょう。とりあえずインストールからで、もう無理と？え？じゃあの。